しちゃってたエネメゲティルピカカでサカチャクランバラフロットゥノマパルミニガンバレモエテンキノマカムリカビティヴェレゲームサンダーティンテリトルトゥナカワシビノワダーメイカイカムリカビティヴェレゲームサンダーティンテリトルトゥナカワシビノワティンテミレディガティリトルバーゲティンヴェレンティンニカリトルバーゲアリューバーギティンレッサーミラディガッタルティンネカカミラキエナワー Rupial トゥンシェパナハクルリトルバーギティンネカク Rupial トゥンシェパナハクルミラガハラティンワル Rupial トゥンシェパナハクエタコタリトルトゥナクアワシュヴィンワルカムレビティヴァルタガーンデピンガーナワーティンテサンダーギアウィアデマコチャラダキエ。レナピバランドネ、リトラバーギティンタマイアランティネ、エトコタ、イカリトレカ、リトラバーギキアテカリトレカタ、バーギワ、デカティル。アレデカリトレカタ、リトラバーギワデカ。トコタ、リトラコチャラバシュウィノアデ、リトラ、トゥナカバシュウィノ。エヒメナン、デン、リトラトゥナキアンネデン、イカバーギ一回カリトレカカバーガーでかいわぎ、トゥナカワシャヴィナワ、ヒメナニキャンニー、アワシャヴィナワ、リトアデネ。リトラトゥナタティエナワ、レモナパウ、リトレカタ、リトラバーギティン、デカカレノ。トゥクトリトゥナカタルナワティン、ハヤカンデヴィノ。ハリデ、エカリトレカタ、リトラバーギワティン、デカクヴィノ、リトラトゥナカタ、アワシャヴィノワデキワ、トゥナカティン、ハヤカンデヴィノ。エトコタピダンナワメテナピタキエナティナワリトラバーギカミラキエナワトゥンシェパナアプデンエトコタリトラバーギティンキヤカワシュウィナワデハヤカネカイダーレモナピペディカンビンドアイティハイトゥイトゥナカワラトゥンデハタイトゥナイイシエカイビオモノワデュピアルピアルディダスエカシヤカワシュウィナワカメラ、ウェル、ビティヴェル、ティンタガーネ、リトラ、トゥナ、カンダ。イナガガン、バルモ。デミニカーネ、タンキエカ、ピラピエヘキ、ジャレパリマー、ウェキアネ、タンキエダーリタワ、キエナワ、リトラ、アテダース、ハツシエ、パナハキエナワ。みてんき、だりたぶん。ピラビエキ、プレマネ、メチャライキエラワ。え、ジャレリトル、トゥンダ、サイシア、ノー、パハ、デネタピリラティノワ。みてんき、だりたぶん、メチャライ。え、キン、サンポーネ、だりたぶん、たまい。アピラコルカランドネ、メヘム。アテダ、サッシア、パナハク、リトル、たまい、サンポーネ、だりたぶん。でなたピリラティーナヴァロー、トゥンダース、ハヤシア、アノー、パハク、リトル。めっちゃらでなたティーナ。えとこたピンナ、ハニー、イティリア、ピラヴィメテ、ハワシア、ジャリア、パリマーバスウェン。ミイティリ、パリマーバ。でなピダンド。でミサンポーナ、ダルタワタマイミ。えとにめっちゃらティーナ。エミナムカディティリアキアポガマン、アピセラパダンウォレカラ、ウェレセキアポガマンアピアドケン、ウェケンゲットウォレ、ウォレディトグランティセルパダンカケラティノディティリア、ウェネセ、ウェネセ、イティリアホヤディアピモカディカランニメサンポニキン、メプラマンアドケルポガマンインオピテ、イティリアワシェジャラパリマーエタコタピカランニメテネテニングアドケンオピダンハリティリアガモンアミマキリアンリポロワリーダー、エメネットナメテノディノトリアンプラリーダー、ミリータネテニサミエヴァリューワタリ、トゥンダーサイシア、アヌパハイ、リーダー、アドカラノ。エモネ、メテニングダンデベ、カスタネア、ピダイスタネンガタイトコトパハイ、マリーダー、サリ、テナハタライトコトメテニングアポガタダー、ハタライトナパハイ、メテナ、ビンドワイ、メテナパハイ。エモネ、めっちゃたわわたるプラマニアク。プラマンナーはしゅうの。
හරිද? දැන් ඔන්න අපිට මේ දෙක එකතු කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? 3695ක් ලීටර් තියෙනවා. දැන් මෙතන එනවා 5055ක් ලීටර්. ඒ දෙක අපි එකතු කරලා බලමු. එතකොට ඉතුරුයි එකක් 7යි, එතන 8යි. දැන් හරිද ප්‍රමාණය? හරි. දැන් ගන්න හරිද කියලා තව ඔන්න අපි බලමු. මම හිතරේක තේරුම් ගත්ත කියලා අපි බලමු ඊළඟ ගාන, තුන්වෙනි ගාන. අඹ කෙඩි 420ක් තියෙනවලු. ඒක පෙට්ටි හතරක සමානව අහුරනවලු. පෙට්ටි හතරක්. ඔන්න දැන් මේකයි කතා. අඹ කෙඩි 420ක් තියෙනවා, පෙට්ටි හතරක සමානව අසුරනවලු. අපෙන් අහනවා එක පෙට්ටියක අසුරනද අඹ ගෙඩි ප්‍රමාණය කොච්චරද? දැන් ගැටලු ගැන ඉස්සර පාඩම කිව්ව මං කිව්වා. දැන් එතකොට මොකද අපි කරන්නේ? මේක හතරකට බෙදෙනවා, සමානවනි කරලා දෙනවා. එතකොට ගාන වෙන්නේ 420 බෙදීම 4. දැන් අපි කරමු 420 බෙදනවා 4. 4 වරක් 1යි 2 ගත්තා. 2ට 4 වරක් නෑ. ඊළඟට 20 වෙනවා, 20ට 5. සමානව අඹ ගෙඩි ටික එක පෙට්ටියකට 105ක් එහිවිලා තියෙනවා. ඒ වගේ පෙට්ටි හතරකට. අපිට මේ ගාන හරියද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු. ඔන්න දැන් එක පෙට්ටියක 105 ගානේ පෙට්ටි හතරක්. හරියද ප්‍රමාණය? හරි. මම හිතනවා ඔයගලන් අද ගැටළු වලින් ලොකු දැනුමක් ලබා ගත්තා කියලා. ඔයගලන්ට මගේ channel එක subscribe කරාම ඉතුරු පාඩම් ටිකත් දිගටම පිළිවෙලට බලා ගන්න පුළුවන්.